はい、バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生です。さっきの続きですね。前のやつは負けたんですね、こちらの方ね、100本ですね。で、今、75万4000で打ってあるわけです。また100本ですね。で、まあ、こちらですね、USDJPY を打ってみましたけども、上昇していっております。順調にね。さっきの負けたのはここら辺にババアバンバン打ったんですよね。ちょっと間が早すぎてここら辺で終わっちゃったんですね。だもうちょっと遅らせればさっきの勝ってたんですね。こちらの当然ね。だこのシグナルが最初出たので、ちょっと間を置くといいみたいですね。わかんないけど、今回ね。このように勝率出てますけどね、ウィンってね。下は36勝2敗とか出てますけども、この確定したこの上のこのね、天場、そこの、勝敗ですから、前のとね、この間ですよ。ね、こことこういう区切りの1時間じゃないんですよ。だから、ちょっと違いますけどね。前の区切りね。こうだったらこの前の区切り。ここも、この前、前で分析してます。今、80に設定してますね。デモトレです。デモトレードですのでね。本当こう青で取引して上がってって、また下なんでね、怖いですね。これ上がってっちゃうとこれ消えちゃうんですね、赤は。
上がってますね。調子よく上がってますね。ここは難しいです。ここで取引して、下のサインが出ちゃうんですね。で、上昇してると。ね。多分ここの最初のサインで、あと、もうちょっと下がっちゃったら、ね、難品していくんでしょうかね。